番下がヴィンテージ、真ん中がちょっとアーティストっぽかったりとかごちゃごちゃで、このフロアは比較的まあヴィンテージも多いけどファッションの方、いろんなヨーロッパの人とか、そんな感じ。あ、これ僕らね、もうちょっとしたら結構人はいるんです、外はもう。ブースはナイスデビッド・ボーイ、クイーン・オブ・ヴィンテージ、キャサリン、まあまあまあ、ジェフ・デッカー、ジェフ・エン・ビール、これにジップ・スティーブンソン・オーバーウルさんで、今度リーバイスさんね。リーバイスさんはもういつも毎年こういうニーブースだね。なかなかフロム・イタリー、デイカム・フロム・ジャーマニー。This kind of color, they're super rare, for real. Sorry, yeah, I mean, there you go, there you go. Levi 501XS, Cosby at 4, got 4. I have 20 on this skirt. This is a pre-World War II 501 leather pad double X.最初はマイフリーダムとずっと僕は自出版をやってて、17作目ぐらいまで来てたんですよね。で、一回パーティーをやろうと思ったんですよ、出版パーティーを。で、いろんな人に声かけてみんなに来てもらおうと思って、2000人ぐらいになるなっていう推測がついて、2000人はちょっと多いなと思って、それでイベントっていうちょっとやり方を変えようかなと。それが最初ですね。そのカリフォルニア自体は僕はもう13年住んでて、なんかこうセカンドホームタウンみたいになったって一つですよね。カリフォルニアでやるっていうのが僕のやり方とかスタイル。やっぱ天気が違うからいろんな国のやつとやるには一番いい場所じゃないですか。僕なりアメリカ中全部回って、ニューヨークも好きだし、シカゴもいいし、テキサスもいいけど、まあカリフォルニアはいろんな意味でインターナショナルな雰囲気をすごく持ってて、で昨日のパーティーもそうだけど、あれがカリフォルニアのスタイルっていうか、すごい気が楽に、みんなが別に気楽にやだ気で飲んでっていうのが、ああいうのが僕たちのなんかそんな、なんかかしこまってないっていうか。僕がヴィンテージが好きな理由、単純に評価していいものを作ったっていうことじゃないですか。アメリカの一番いい頃っていうのが30年代、40年代、50年代に訪れたわけじゃないですか。それがヴィンテージとして今ここにあるわけじゃないですか。ただ単純に僕はその二次的な評価を次のジェネレーションがよりきちんとやることで、今のマニファクチャーの人たちが、ああ50年後になった時にいいものを作っておきたいと思ってもらえる社会であってほしいですよね。それがインスピレーションでやりたい。